はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、アルファード燃費計測第24か5回目でございます。今回はですね、燃費、まあ、1年間でね、一番いい燃費の時期ですよ。だいたいね、4月、5月と6月になってもうエアコンをね、ポチポチ入れ出すので、4月、5月がロックアップも早くてね、回転数がすぐ下がりやすくなるので、まあ、自分の今までの車乗ってきた中でも、4月、5月というのが一番燃費です。ということで、現在のガソリンの状況なんですけども、こんな感じですね。給油ランプがついて、現在36キロ走っております。これね、まあ、たまに来るんですけども、なんでガソリンすぐ入れないのと。なぜかなんとなく給油ランプがつくまで走ってしまうと。で、さらに、またさらにちょっと走ってしまうと。いった感じですね。まあまあ、給油ランプがついて、ちゃんと、ここ B、ね、トリップ B をリセットしてるんで、何キロ走ってるかっていうのは確実に、測ってます。もう、ついてすぐですね。すぐ押すんで、かなり早い段階で、ね、給油ランプついて早い段階でのリセットっていうかな。トリップ B のリセットをしております。はい、ということで、いつものガソリンスタンドに行って、いつもの給油口で、ガソリン満タンにしていきたいと思います。はい、ということで、いつものエネオスに到着しまして、はい、いつもの給油口のところに来ております。はい、そして今回ですね、ガソリン満タンからの走行距離、640.2キロ、平均、給油後の平均燃費は 11.9 となっております。ということで、ガソリン満タンに入れていきたいと思います。はい、ということで、ガソリン満タンに入れてまいりました。まあ入りましたね。はい、ということで、レギュラーガソリン、57.53 リットルか。見ての通りこれ、置いたら高いです。181円でございます。ということで、合計14,013円でございました。非常に高いでございますね。で、今回のね、満タン法の燃費なんですけども、走行距離が、640.2 割る、今回ね、給油量ですね。57.53 はということで、おー。今回の燃費ですけども、11.12 ですね。小数点第2位は、四捨五入するんで、11.1 ですね。非常に燃費がいいですね。ただこれね、先日ちょっと暑い時がありまして、エアコンをですね、1時間ぐらい実は入れたんですよ。走行中っていうかな。アイドリングは自分基本、アイドリングで使わないんでね。ガソリンもったいないんで。ちょっと暑い時あって、ちょっとエアコン入れようと思って。エアコンね、1時間入れてないかな。40分、50分ぐらい入れたのかな。っていう感じです。多分それ入れなかったらもしかしたら 11.2 だったかもしれないですね。多分、これだけで見ると、カタログ値を超えた燃費なんですよ。うん、カタログ値が、JC08 モードっていうモードで、10.8 だったかな、6だったかな。で、もっと昔の10-15モードだと多分 11.6 とかだったんですよ。これ実燃費でこの燃費なんで、多分すげえ、JC08 だったらカタログ値超えてるんですよ。JC08 はちょっと新しい。今はもっと新しいのが、ね、出てますけど、ほぼ実測の、ね、燃費の、なんていうかな、モードっていうのがあって、市街地と、なんていうかな、街乗りと、なんか3段階あったよね、高速と、なんか3段階のなんか燃費が表示されてるんですよ、今のはね。まあ、ちょっと前の JC08 だったらこれカタログ値超えてるんで、効果がすごいよね。乗り方が多分、乗り方がいいんだと思います。燃費サイトとか見てもこんな燃費いってる人いないんですよ。で、まあ、今回ね、長距離、中距離すら行ってないんですよ、実は。全然出てない。大分市外にすら、いや、出たかな。薄木に一回ジギングに行ったぐらい。で、大分市ね。自分住んで大分市から薄木にジギング。片道で30キロ、かなとか、そんぐらいです。
そう、地名で言うとね、大分の人だったらわかるけど、てか県外の人がね、聞いたらわかんないんでね。だいたい自分の家から30キロぐらいだった。だから往復60キロね。朝はでも空いてるけど、帰りはさ、結局ね、ある程度車がいるんで、普通の街乗りで帰ったかなっていうところですね。でそれ以外多分、この大分市内ね、自分が住んでるこの大分市内から出てないですね。うん。移送にも行ってないですし、出てないんですよ。だからこれ本当完全に大分市内の街乗りのみの燃費で、このカタログ値を JC08 モーター超えちゃってるんですよ。異常なほどいい。異常なほど。まあ、改めて思うけど、なんだか、赤い、エアクリーナーに貼るやつ。アドパワー。アドパワーね。アドパワーを貼ってから、本当にマジで、リッター1キロまで上がってないですけど、0.7 から0.8 ぐらいは、多分、平均して上がってるんじゃない0.、だって 11.2 でしょ。多分、貼る前だと 10.5 とか 10.6 ぐらいが、まあ、そこそこ平均だったと思います。それから、だってね、見ると、0.5 から7ぐらい上がってるのかな。まあ、元が取れるほどの、って言われると、まあ、ちょっと難しいね。リッターで言う、あれだから、満タンで、まあ、しょっちゅう乗る人は多分元すぐ取れるんじゃないかなぐらい。うん、燃費上がってる感じですね。そうだね。自分の記憶では、アドパワー貼る前って、このエアコン使わない燃費のいい時で、まあ、10.78 ぐらいまで行ってたのよ。でも平均して 10.567 ぐらいが平均だったんですよね。で、アドパワーを貼り出して、いや、だってさ、あれ、ね、これ効果がないみたいな、消費者庁だから、何やったかな、効果がないみたいなことを言われてて、このように燃費が上がらないみたいな、なんか感じだったんですけど、人によってはやっぱね、パワーが上がるとか、なんかそういうのがあって、自分もね、実際体感してるっていうか、実際燃費上がってるんで、こんな感じで。うん。でもね、実際ね、自分もこう燃費がね、実際に上がってるわけよ。普通に街乗りだけでこんな燃費多分、過去の運転からしても、ってないんですよ。なんならこの今入ってるオイルね、エンジンオイルもマッハ車検の時に無料で交換してもらったオイルなんですよ。だからその無料のオイルでそんなに燃費がいいのかって言ったらね、疑問じゃないですか。しかも入れて、で去年のだって9月の車検の時に変えたんで、でも結構経ってるわけだよ。何キロ走ったのかな、見てなかった。でもそろそろ結構走ってるよね。ぼちぼち多分走ってると思うんですけど、まあ、エンジンオイルも、まあ、確実に汚れてるわけですよね。で、その上での、この燃費ですよ。まあ、1年がね、一番燃費いいんですよ、この時期。ムーブでも最高記録出したし、クラウンか。ゼロクラウン乗ってる時も最高燃費出しましたし、あと、プリウスはね、プリウスはちょっと微妙なんだよね。いや、でも、この時期一番良かったのは、でも、あれね、立体地下当たったよ。標準的に22.3、30プリですね。前期乗ってたんですけど、あれはもう標準的に、夏でも冬でもそんな、いや、でもね、冬が一番燃費悪かった。プリウスはね。夏の方が、エアコンガンガン入れてんのに、燃費、冬よりも良かったって感じ。この時期はじゃあどうかって言われると、立体値ぐらい変わったのかな。数字的にさ、10と11で大きいけど、22から23になったところで、なんだかこう、立体値溢れたんだな、みたいな。しかも、走行距離走るからさ、なんていうのかな。なんか、いつ入れたっけみたいな。忘れがちなのよ。でも、アルバートの場合、もう燃費がさ、もう立体10、11ってすごくいいよ。すごくいいけど、ね、ハイブリッド車に比べたら、燃費悪いわけじゃないですか。そこですよ。うん、なので、まあ、この燃費はすごくいいんですけど、このね、0.56、まあ、これ、ちなみにこれ、プリウスにアドパワー貼ったらどうなんだろう。でもあれ、半分エンジンで半分電気だから、あんま変わんないのかな。そう、プリウスのね、燃費が悪かった、冬の燃費が悪かった理由が、エンジンがね、冷えてるんですよ。うん、まあ、エンジン車はさ、ずっとかけっぱなしじゃないですか。エンジンかかってるんですか、ずっとね。アイドリングストップとかでもない限り、ずっとエンジンかかってるじゃないですか。だけど、ハイブリッドは、
エンジンが冷えてるとかかるんですよ、基本的に。はい、あの、走り出してエンジンが温まれば、こう、ちゃんと電気とエンジンの、こう、交互っていう感じだったり、パワーあるときは両方使ったりっていうあるんですけど、近場にちょっとね、真冬に、ちょっと買い物とか、ちょっとの、ちょい乗りすると、ずっとエンジンかかりっぱなしなんで、冬はね。エンジンがある程度の、こう、なんていうか、水温が上がるまでは、ずっとかかりっぱなしなのよ。そう、だから、燃費はね、冬が一番よろしくない。夏は、あの、エンジンかけてすぐ温まるから、あの、どちらかというと、冬よりも夏の方が燃費良かったなっていう、あの、プリス乗ってる時思いましたね。冬ずっとかかってんのよ。あ、ちょっと買い物に行って、買い物、10分ぐらいだったら10分ずっとエンジンがかかりっぱなしなのよ。だから、50プリウスぐらいから、なんかね、フロントフェンダーの下に、こう、空気が入らないような、あのバンパーのとこに、ね、空気入らないような、こう、仕組みのあれができてたり、ね、30までなかったんですよ。冬の間はそれ閉めてください、みたいな。あの、走ってるとさ、エンジンが冷えちゃうから、あの、冬の間だけ閉めてください、みたいなのがあったりしたんですよね。懐かしい。懐かしい。いや、もうプリウス、もうここまでやっぱガソリン高くなると、プリウスがいい気がしますね。いや、ほんとね、もうなんか、あと、あれですよね。あの、今、こう、181円じゃないですか。で、もうすぐこれ、補助が切れるみたいな、ね、最近ニュースになってるじゃないですか。5月だったかな ?6 月に切れるみたいな。6月に切れるんだったかな。そうすると、20円か25円上がるでしょ ?20 円上がった時点でもう201円ですからね。こういった。201円ですよ。大分で一番ガソリンが安かった時が、89円か。あの、当時ね、太陽石油っていうガソリンスタンドがあって、その時で一番安かった時が89円。他のところは大体91円、92円ぐらいじゃなかったかなという記憶ですけどね。大分のこの高い。もう当時が、昔が高かったですよね、大分。その中でも89円という時代があったんですよ、大分にもね。もう89円って時代は少なかったけど、その後すぐ100円ぐらいになって、110円ぐらいで落ち着いてたんじゃないかな、ある程度。っていう記憶です。はい、まあその後はでも、エスティマー乗ってたんで、で、軽油、エスティマーでディーゼルだから軽油なんで、軽油だったらまあ別にその時も値段ちょっと上がった後でもまだ100円、リッター10円ぐらいですね。リッターあたり、あの100円、軽油で100円だったんで、まああんまりそう気にしたことはなかったんですけど、さすがにもうこの値段になってくると、ちょっとやばいっすよね。なんか本当にちょっと出かけるのにもう躊躇しちゃうっていう、そういう感じです。やばいよね。もう200何本上がったらどうすんだろう。どうすんだろうってどうする。どうする。いや、ほんとここまでほんとね、上がる予定はなかったというか、ほんとね、なんか急に自分この車買った後に上がり出したんでね。いや、困ったな、という感じですよ。はい。まあ、そんな感じでございまして。まあ、今回ね、まあ、燃費ある程度、ね、いい感じで行ったんですけども、次回は、こう、なんていうか、もうエアコンを入れる。もう確実にエアコン入れます。もう6月、ね、入って、もうどんどん気温が上がるばっかりで、夜はまだギリ行けるかなっていう感じですけども、昼間はもう、ちょこちょこ入れるんじゃないかなと。パーセントがね、100% じゃないよ。走行中 100% エアコン入ってるわけじゃないけど、極力ね、燃費よく行きたいから、冬は、夜は開けて、昼間の暑い時だけ入れるっていう感じになります。夏になればなるほど、ほぼ 100% 入れるんですけど、やっぱ昼間と夜でね、エアコンの負荷量が全然違う。アクセル踏んだ時の重さ、車の重さが全然違うのよ。うん。夜は夜で入れてても、多分燃費がそんな下がってないっていう感じ。だけど昼間は重いから、コンプレッサーの負荷が多分すごいんだろうね。だから車重みたいな。先日もちょっと暑い時入れた時に車めっちゃ重かったのよ。まあそんな感じでございました。次回は燃費落ちるだろうな。かつガソリンも値段が上がってるでしょうね。でしょうね。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。